はい、128漢方処方分析ね。今日は27番の魔王湯です。魔王湯、魔境関石湯から冷やす石膏を抜いて温める経費に変えたもの。魔王湯と魔境関石湯って全然違うイメージがしますけど、魔王湯言い換えれば魔境関係湯なんですね。魔王教人肝臓経費ですから、そう思うと、分かりやすいかと思います。はい、向精生薬、今お話ししたように教人魔王経費肝臓、これが魔王湯です。魔境関係湯と覚えてもいいですね。15分類では魔王が入っているので魔王剤に分類されます。他には分類されません。生薬1個で、いろんな薬効を説明できるものもありますけども、それはありませんね。虚実スコアは簡易版では1点、魔王の1点になります。精密版では魔王がプラス2点で経費がマイナス 0.5 なので 1.5 になります。結構実証向けの漢方と分かります。温めるか冷やすか、強く温める生薬である環境物資はありませんし、強く冷やす生薬である、石膏やオーレンはありませんから、だいたい真ん中ね。でも経費があるんでちょいっと温めると思って間違いありません。気血水は経費で気に向いているね、強人があるんで水に向いているといえばイメージが湧きます。つまり血に向く漢方がないって意味ですね、生薬が。6病位は太陽病です。太陽病ですから舌は所見がなく脈は浮いています。6病位のフローチャートは別にお話をします。さて、保険病名、悪寒、発熱、頭痛、腰痛ね、自然に汗の出ないものの次の諸症ね、感冒、インフルエンザ、関節リウマチ、喘息、乳児の鼻閉塞ね、哺乳困難と書いてあります。こんな症状にも禁煙、腱鞘炎、花粉症、関節痛、筋肉痛となっています。ルールからね、イメージできる典型的患者像、魔王が漢方名にそのまま入っている漢方薬にて、分類チャートからは魔王剤である。虚実スコアは簡易版で1点、精密版で 1.5 点となる。がっちりタイプ用の漢方薬だ。寒熱のルールも経費に注目して温める漢方を理解できる。経費があるので精神的に切れやすい状態、気逆にも有用。腹部所見はがっちり、実証タイプの漢方薬にて腹液の緊張度はしっかりしている。他に特別な腹心所見はない。気血水のルールからは主に気にターゲットされた漢方と分かる。ワンポイントアドバイスです。僕は実証と虚症の判断を魔王が飲めるか飲めないかで行っている。極めて単純で分かりやすい。よって当然に魔王湯は実証向けとなる。筋肉量に比例し、そして消化機能に比例する。しかし虚実は移ろう。体調が虚実で変化することもある。虚症の人がインフルエンザの時などに魔王湯が飲めることがあるのもその例である。魔王湯も召喚論、1800年前の本に載っています。編纂者は張仲景ね。浅田宗博は仏後薬師相関区別で何と言ってるかというと、魔王湯は太陽病で急性発熱性疾患で汗がない時に使用する、ね、経師湯と魔王湯の違いは張仲景の厳然たる規則がある。犯してはならない。また呼吸困難、ね、や風邪による寒を感じているものはこの処方で速やかに治ると書いてあります。魔王湯は僕の分類でも、ね、風邪の初期、汗がない時に実証な人は魔王湯、次が葛根湯、麻布施最新湯、一番下が酵素酸です。唯一このフローチャート漢方薬治療でも風邪の初期だけは体格で分類してあります。やっぱり体格に沿って分けた方が、治りやすいと思っているんですね。魔王湯、たった4つの生薬ね、魔王、強人、肝臓、石膏ね、からなっています。魔境、関石湯をなんで風邪に使わないか、初期にね、それは石膏が入って冷やすからですよ。だから石膏がなくて経費がある、温める経費がある魔王湯の方が体は温めやすいんですね。体を温めることによって、じとーっと汗をかかして、そしていわゆる免疫力を上げて、そして早期に解決する。それが精一杯の漢方が急性発熱性疾患を治す知恵でした。
それをうまく乗り越えられないと今度は最古剤で、まあ、頑張ったんですね。魔王とぜひ利用してください。それで、6秒湯のルールね、ちょっと簡単にここでお話ししようかと思います。6秒湯のルールはこれ書いたんですね。こういうふうに上から順に見ていけばいいんです。順にね。でこれがないと分かりにくいんですけども、今まで6秒湯のルールは、まあ、飛ばしてきていますので、ちょっと今日、魔王島で皆さんも見る機会が多いでしょうから話したいと思います。まず、神武島と魔王節最新島だけが、津村128症法の中で小陰病になります。その2つだけが小陰病です。6つに分けるんですね。太陽病、小陽病、陽明病、太陰病、小陰病、血沈病、ね、もう一回、太陽病、小陽病、陽明病、ね、陽が3つ、陰が3つ、太陰病、小陰病、血沈病って。で、神武島30番と魔王節最新島が小陰病です。で、残りの126は通過するんですね。そうすると、白虎か人参島か陰鎮高島、ね、これはオートマチックに今度陽明病になります。その他に大陽と某小を含む上気等類、これも陽明病になります。で他は通過します。と今度は当人牡丹皮高価大陽ね、それを含む当人牡丹皮高価大陽千球の2つ以上を含むと、それがいわゆる、まあ、苦を血剤なんですね。それは小陽病気になります。でもう一個以下に言う生薬が1個でもここで入っていればみんな小陽病気になります。西湖、黄蓮、黄金、石膏、貯霊、超糖膏、黄漠、翼異人、母霊、桔梗、香木、爆問答、陳皮、こんだけ入っていればほとんど小陽病になりそうでしょ。でも結構通過します。次に通過すると桂枝湯を含むか魔王香武士葛根を含むと、なんと太陽病になります。急性期用に、ね、太陽病に一番即している漢方って言えばいいんです。でそれを通過すると大陽肝臓糖なら退院病ね、芍薬を 5g 以上含んでれば退院病、または以下に示す生薬を1個でも含んでれば、陶器、人参、地黄、環境、五臭、三層人、奥義、行為1個でも含んでれば退院病になります。これを全部通過するとなんと小陽病にすれば大体、分類できます。いくつかの例外はこの下に書いてありますけども、例外ね、ここに。でも基本このフローチャート、これで6秒医がだいたい概略わかるようになります。そうすると下の所見とか脈が典型的なものが言えるようになるんですね。ぜひこの6秒医のルール、これも見ていただくとわかりやすいです。これは口で言うと結構混乱しちゃうので今までは申し上げませんでした。はい、以上です。